こんにちは,にちは島の秘密基地第2回えっと今日は天気がすごくいいので屋根に布団を干してきましたマリコです、えー、最近風邪気味で喉をやられているキヨカです風邪大丈夫 <laughs> 喉痛いんよね<喉>うんそういう時はねあの、うん、みかんがいいっていうんよなんみかんのビタミン C とかねなんか、うん、あ今持ってけばよかったね,ねみかんねみかんあーあ<ー>みかん <laughs> みかんだこののみみかかんんはこれは瀬戸美のその中でも糖度が高い夢ほっぺっていう種類のみかんで伊豆院の夢ほっぺ職人末田さんが作ってくださいましたわあ、やっぱりねすごいね早速いただいちゃおうかちょっと食べてみようかいただきますあなんかサクサクむける 本当サクサク剥けますこんな感じ皮剥きやすいねはいなんでサクサク剥けるか知ってますかお知らんえっとみかんみかんじゃんうんセトは、うん、えっと一回収穫してまたこの袋専用の袋に、えー、っと入れ直して約一ヶ月程度えー、っとその倉庫でね あの眠らせます。うんうん、そのためその間に甘さも増して皮も剥けやすくなるということです。うんうんうん、ちょっと食べてみていい。どうぞ。うん、天気行って喉が渇くわ。焼く<ー>ます。うん。美味しいですか。うま。美 <laughs> 味 <laughs> しい。うん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 。うん、喉に優しい。<laughs> これで咳気と治る材料、うん。うん。 このヘトミは以前に私たちが体験収穫を体験させてもらった夢ほっぺで、ね、<laughs> 2月9日に、えー、スウェーダさんのみかん畑で収穫を体験させていただきました。その時の様子が <laughs>、うんうんうん、こちらこちらんな感じでした。え、うん、その時はどうだった？うん、あのねうちにはみかん畑がないからそういうみかん収穫っていう 最近はあんまりしたことがなくてうん、うん、一言でまず楽しかったっていう<ー>か、ね、広いみかん畑がまず気持ちよかったしすごく楽しかったんだけど、うん、これを、うん、この広いみかん畑を作ってるうん、うん、みかん農家さんの大変さっていうのはすごく感じてだからもうこの一つ一つ丁寧に育て上げたみかんが一段とおいしく感じられる。 っていういい素敵な体験をさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。それから第一回島の秘密基地が放送されましたが反響はどうだった？の結構いろんな人が見てる島の秘密基地って言ってくれる人がいっぱいいてで実際にそれを見てふれあい市場に来てくれた方もたくさんいました。うん。三月ね。九日。 フレア市場に、えー、島の秘密基地ブースを出展してきました。はい。その時の写真がねこんな感じ。こちらでーす。はい、えっと出した商品はおうちバラエのバラとととっちゃんの乾燥わかめと、うん、江口さん家のひじきとそれと岩本さんのえっと野菜か、うん、ほうれん草で大根と、うん、川本さんの、えー、もち米と野菜。うん あと田中さんのみかん、うん、ポンかん柑橘漬け、うん、とあとはあ伊豆出身の山根恵里子さんが作った手芸品も出展してきましたそれはこちらこんな感じこっちのコースターはえおうちバラ園のバラとコラボということでバラを えー、テーブルの上に置いた時にかわいいコースターがあればいいなと思って、うん、えっと山根さんに依頼しましたそうするとこんなにね可、ね、かわいい <laughs> 絶対これバラタ合もんねコースターを作ってくれました、うん、で、えー、っと4月6日に行われた瀬戸内パンフェスタにも、えー、っと一緒にコラボ商品として出店してきましたすてきということでね すごい楽しかったね。楽しかった。すごく賑やかで。で、なんかその時にあの島の秘密基地ブランドっていうことで、こういうラベルを作成しました。これは家の前で撮った海をバックに島の秘密基地のラベルを作ったんですが、その実際にその市場で買ったワカメをこういただいた方が新しくて。ほお。そう。 それがどこの方が隣の地域のカボーっていう地域出身の方かな、うん、が知り合いから市場で買ったワカメをいただいて、うん、ふと見たらこのラベルがあった。うん、で、お何だろうこれ素敵なだ気になるなっていうことで聞いたら伊髄<ー>のお店だよって、うん、知って、うん、その ラベルをを持って、てて訪ねきくれた。どんなところか気になったみたいですごい嬉しかったみたいでで実際にそのわかめも地元のものですごく美味しくってらに欲しかったとそれを買い求めにここに来てみたがここで買えるわけじゃないってしってちょっとがっかりはされてたみたいなんだけどまあ5月にもねまた島の秘密基地が。 市場でで出,店出店予定なので、はい、ただちょっとわかめの方はこのやっぱどうしても季節のものなのでわかめはないんですけどね、うんそ,のうん、その時の旬な野菜とか海産物うん、うんうん、特にその5月はバラが旬を迎えるとかなんとか、うん、なのでたくさんバラを出していきたいと思います。なのでまたぜひ<非>遊びに来てください。 そんな感じでねそういえば超今更さらだけどここのがね今日撮っている場所が桜がすごく綺麗なんだけども昔診療所かなこちょっと病気になったことか見てもらうような診療所があった跡地で今は結構草が生えてるけど。 昔はね、ちっちゃい頃は建物も残ってて、結構探検探検だから探検してみたい探検したいよね。どどんな感じだとか覚えてる？なんか怖かったよね。そうなんか壁にラクガがあって、すごい炭とかでラクガがしあって、そうそうちょっと探検したよね。もういろいろと探検はしてました。さすが。 姫島の姫路ちょいちょいそういうのも秘密もちょっとずつ出して公開していきたいと思います。はい。ということで今日はそんなねいつの隠れスポットからお届けをしました。また第三回も放送されるのでぜひ見てください。はい。じゃあそれじゃバイバイ。はい。 ではまた。